動地の総称振動の周波数と振幅を数値化する。内部にバネ、ね、または蛇腹、シリンダが内蔵されていて、振動を数値化して表示する。ピックアップコイルを使用して、振動を電気的に検出して数値化する。電気的に増幅できるので、交換度化が可能。圧電素子を使用して、振動を電気的に検出して数値化する。 電気的に増幅できるので、交換度化が可能。主にレーザーを使用して、振動を光学的に検出して数値化する。光電変換素子を使用して、電気信号に変換後、電気的に増幅できるので、交換度化が可能。ピックアップコイルや圧電素子のような計測用のプローブを計測対象に設置せずに非接触で計測できるので、 プローブを設置すると振動数に影響を与えるような微小な物体や高温の物体、液面のようなそもそもプローブの設置の困難な計測対象も計測可能。光学振動系の原理は数種類あり、三角測量の原理で光位置センサーを利用する形式と干渉系の原理で位相のズレによって生じる濃淡を光センサーで検出する方法等がある。マイクロ波。 ドップラーレーダーを利用して相対的な変異を測定する。波長が高波よりも長いので分解能は光学式振動計よりも劣る。計測だけではなく災害時の人命救助や高齢者の介護や防犯等の用途にも適用される。ありがとうございます。